自動車メーカーの PR イベントが行われ、キャンペーンアンバサダーに就任した宮沢日生さんが登場しました。宮沢さんにとって車は役者生活の大事な相棒なんだそうです。ちょっと煮詰まってきちゃってセリフがこう入りづらくなる瞬間ってあるんですよ。そういう時はもう車に乗っていろんなこう刺激がある中でセリフをこう、反復してこう口にすると自然とこう入ってくるので。4月に30歳になる宮沢さんですが、心はまだまだ少年のままのようで。20代のうちにやっておきたいことって何かありますか？はい、100メートルくらいの距離を全速力でダッシュしています。どういうこ